どうも、ラブミードゥです。7月4日、今日夕方5時からの運勢を占います。今日1日運が悪いと感じていた人も、夕方5時以降からは運が開けるかも。まずは今日1日の流れのカードを引いてみます。カップのキングですね。今日は気持ちを抑えていた、気を使っていた、相手の気持ちを気遣って言葉を選んだり、怒らせないように対応していた。また、気持ちをぐっとこらえる側の人だったりもしたかもしれませんね。それでは、夕方5時以降のカードを引いてみたいと思います。ソードの2ですね。夕方5時以降は、ノーっていうことが大切です。何でもかんでも引き受けていたら疲れちゃいます。自分のために時間を使ってください。夜の待ち合わせは遅刻しても気にしないっていう気持ちが大切かもね。それと、占いは偶然に意味があると考える学問なので、何か今偶然見た人にもメッセージを伝えられないかなと思いまして、アドバイスカードを引いてみたいと思います。あ、死神のカードが出ました。そうですね、今求めていたものを諦めたりや終わりにすると、新しく素敵なものが手に入ると出ています。一度ゼロにする勇気を持ってください。全部なくさないと手に入らないです。大丈夫、生まれ変われます。新しい自分に生まれ変わろうと思ってください。それじゃあまた明日。